助けてもらったお礼、お菓子とパンの詰め合わせずや。これはみんなを助けるためにいっぱい探索したからカロリーを消費して、そのヨハニちゃんいっぱい頑張ってくれてたずらね。いいでしょう、もう一つちょうだい。はい、どうぞ。相変わらず美味しいわね、花丸のパン。そう言ってもらえると丸も作った甲斐があるずらよ。もっとみんなに食べてもらえると嬉しいんだけど。ずら丸の店、屋台販売だったわよね。新作ができると新しいチラシを作ってるけど、これが結構大変なんずら。ルビーちゃんにもアドバイスもらって、たまにイラストなんかも描いたりして。前に見たけど、チラシって手書きのやつよね。花丸、 PC とか持ってないの？ PC？ チラシも見た目が大事。文明の利器は活用すべきよ。どこかで見つけたら花丸用に持ってきてあげる。ずら、よくわからないけど、ヨハネちゃんが優しいってことだけはわかったずら。そういうんじゃないわよ。さすが何でも屋さんずら。占い屋だって言ってるでしょ。マルも頑張るぜら。便利よね、これ。
Thank you.
ノート PC？ これがあればズラ丸のチラシ作りも楽になるかも。あれだってやつは。ヨハネ、いかん！ヨハネちゃん、おかえりズラ。またお菓子じゃなかった。こっちも花丸にプレゼントがあるわ。え、マルに？じゃーん、ノート PC。 未来ズラ。そう、これこそ文明の最先端。前にチラシ作りが大変だって言ってたでしょ。これがあればちょっとは楽になるんじゃない？使い方は自分で頑張りなさい。まあお菓子作りで忙しいだろうし、たまにだったら教えてあげなくもないわ。ヨハネちゃん、ありがとうズラ。さすが評判のなんでも屋さんズラ。売らないよ。
お探し物はこれですか？うわ、それ私の。見つけてくれたんだ。ありがとう、ヨハネちゃん。で、ところでこの仮面のこと分かってるわよ。私は何も見なかった。それでいいわよね、ヨハネちゃん。さすがは町のなんでも屋さん。ミリオンダラーの次くらい頼りになるよ。全然褒められた気がしない。って、なんでも屋じゃなくて占い屋。本当にありがとう。じゃあね。行っちゃった。嵐みたいな人よね。はっ。
それは災難だったわね。けどもう安心していいわ。何に隠そう、この部屋を閉ざしていたモンスターはこのヨハネがバッチリ倒しておいたわ。助けてくれてありがとう、ヨハネちゃん。そうだ、今度はルビーがヨハネちゃんをお手伝いするね。
お姉ちゃんみたいに戦う力はルビーにはないけど、ルビーにできること頑張るから。ま、ただでさえちっちゃいんだから無理はしないでよね。うん、ちょっと怖いけど、ヨハネちゃんが一緒なら大丈夫。一緒に頑張るビやった。
発よ。到着っと。ここに行くのね。便利よね、これ。
Yep.
なところね。ヨハネ、来てくれたのね。え、マリまで捕まってたの？確かに最近見かけないなって思ってたけど、いつも島に引きこもってるからいなくなっても気づきづらいのよね。失礼ね。意地悪ゆう子にはマカロンをあげないんだから。冗談だってば。でも元気そうでよかった。こう見えて一応魔王なのよ。簡単にはやられないわよ。マリなら今回の事件について何か知ってるんじゃない？ソーリー、残念ながら聞いたことがないわ。もしかしたらパパの持っている文献に何か載っているかもしれないけど、ただただこのダンジョンに徘徊しているモンスターたち、あれは私が刺激するお化けたちと少しだけ似ている。でも決定的に違う存在。確かに倒すと幽霊みたいに消えるけど。そうね、あのモンスターたちからは何か深い悲しみのようなものを感じるわ。例えるなら、そう、残留思念。残留思念。そしてそれを癒せるのはヨハネ、あなたが持つ力なのかもしれない。え、私の持つ力が？ただなんとなくそんな気がするだけ。今回の件に関しては私にもわからないことが多いわ。マリ、手を貸してくれない？一緒ならきっと何か手がかりが見つかるはずだよ。あなたってやっぱり不思議な人ね。魔王を味方につけたこと後悔させないわよ。
んなところね。ヨハネちゃん、リコ、大丈夫だった？怪我とかしてない？ええ、私は平気。その感じだと私以外の人も捕まってたみたいね。このダンジョン、見たこともない動物がいるって聞いたから、動物研究所の所長として調査しに来たんだけど、ここのモンスター、動物？いえ、生き物ではないみたい。思考が読めないの。倒したらスッと消えるしね。幽霊とか魔法的な感じ？わからない。こんな現象記録には残されてないし。けど今思い返すと、ここに入る前何かが聞こえた気がする。まるでピアノの音のような。あれは海の底から誰かを呼ぶようなメッセージ。ここには私の意思で来たつもりだったけど、もしかしたらダンジョンやモンスターたちに呼ばれたのかもしれない。みんなが、私も含めてだけど、ここに来たのはそれのせいってこと？ごめんなさい、はっきりとしたことは言えないの。ただなんとなくそんな気がするだけで。うん、そうね、私もなんかそんな気がする。深淵の呼び声か。私もできる限りサポートするわ。ヨハネちゃん、これからよろしくね。実は私、探している本があって、ヨハネちゃんの占いで探せないかしら。占い？どうしたの？ヨハネちゃんって占い師よね？久しぶりに占い師扱いを受けた気がするわ。嬉しい！それで、このヨハネに占ってほしいこととは？それが炎についての魔導書なんだけどね。沼津で見たって噂に聞いたんだけど、図書館にも置いてないみたいで。魔導書？なんか食いつきいいわね。くー、これこれ、こういうのを求めていたのよ。よろしい、ではこのヨハネが占って信ぜよう。まあ来た！ダダダダダダーク！どうかしら。深き海の底よりつながる異界、そこに高き炎の知恵を蓄えし書物が見える。海の底の異界？それってまさかあのダンジョン？おそらくは。またあそこに行って捕まったりしたら申し訳ないわね。もし探索中に見つけたら持って帰ってきてあげるわよ。本当？助かるわ。ルビーじゃない。何よ、そんな重そうにして。ヨハネちゃん、これ見て。じゃーん。おー、これってライラプスのぬいぐるみ？うん、助けてもらったお礼だよ。かわいい。ルビーってほんと器用よね。いいの？もらっちゃって。もちろん、こちらこそ。しかしあんたも大変ね、これ一個運ぶのに重労働で。
ぬいぐるみとしてはそんなに大きくないけど、ルビーにとっては特大サイズじゃない？なんかこう、バッグとかないの？作ろうかなって思うんだけど、なかなか納得のいくデザインが思い浮かばなくて。デザインね。それじゃあルビー、もう行くけど、呼んでくれたらいつでもお助けするからね。二人で一緒に頑張るビーだよ。うん、頼りにしてる。バイバイ。行っちゃったね。それで探すの？ルビーちゃんにぴったりのバッグ。ああ、冒険のついでよ。ヨハネは素直じゃないね。うるさいな。ヨハネ、今回は助かったわ。ずいぶん頼もしくなったわね。あなたになら頼めるかも。マリ？頼める？実はうちの子が一人行方不明なの。うちの子って、あ、いつもマリの周りにいるあのお化けちゃん？ええ、ほら、私しばらくダンジョンに捕まってたでしょ。その間にいなくなってしまったみたいで、もしかしたら私を追ってあのダンジョンに行ったのかもしれないわ。あなたにならきっとあの子を見つけられるはず。もちろんそれ相応のお礼はさせていただくわ。お礼？任せて。この占い師ヨハネのヨハネ愛にかかれば見つけることなど造作もないこと。現金だな。サンキューヨハネ。期待も込めてお礼は前払いさせてもらうわ。え、本当？この私が世界から集めたスペシャルな食材で作った究極の料理、これでしっかり精をつけて迷子の捜索お願いするわね。な、何この料理。金目鯛にアワビ、松茸も？え、これがお礼？オフコース。味はもちろん体にだっていいんだから。
んなところね。おはようソロー、ヨハネちゃん。で、ダンジョンの中じゃ朝か夜かわからないか。本番要素を捕まってた割には元気ね、よう。いやー、泣いちゃったよ。ありがとね、助けてくれて。そもそもなんであんたがここに？まさかダンジョンにまで郵便配達してたわけじゃあるまいし。いやー、そのまさかだったりして？え？どういうことよ。実はこの手紙が…って、あれ？手紙がなくなってる？手紙？うん、今は消えちゃったけど、いつの間にか持ってたんだ、謎の手紙。宛先も差出人もなかったんだけど、手紙に残る潮騒の香りに釣られてきてみたら、このダンジョンだったってこと？なんかこう、フラフラーっとね。気づいたら捕まっちゃってた。まさか、このダンジョンが呼び寄せた？その手紙の中身は？読んだの？まさか、人の手紙を勝手に開けたりしないって。もしかしたら、このダンジョンやモンスターたちが何か私たちに伝えたいことがあるのかも。そんなこと、ある？でも、気になるわね。それが何かはわからないけど、ヨハネちゃんと一緒ならわかる気がするな。私についてくる気？まあ構わないけど。もちろん、これからよろしくね。ドドンと行ってみよう。よーっと。とりあえず顔見知りはあらかた助けたと思うけど、まだ誰か捕まってるかもしれないわね。それにこのダンジョンが何なのか結局分かってないし、ちょっと気になるよね。しょうがない、もう少し調べますか。結構いろんなとこ行ったとは思うけど。今まで行った場所で進めなかった場所とかなかった？何かあったような。こう、あからさまに全部のボスを倒すと何か起こりそうな場所が。困った時は初心に帰るなんて言うし、最初の方のエリアに戻ってみるのもいいかもね。
これでクライドタイムだ。これでしょ。
ヨハネ、行かん。ヨハネさん、おはようそろー。よう、あんたっていつも元気よね。そう、私だって落ち込むことはあるよ。実は今、あんまり元気がなかったりするんだよね。まったくそうは見えないけど、一応聞くわ。どうしたのよ。いやそれがさ、ダンジョンで捕まってた時、翼をなくしちゃってね。翼？つまり、伊達？いやいや、そんなわけないでしょ。そうじゃなくて、空の配達の時に使ってるカイトの入ったリュックのこと。ああ、あの羽がバサーって開くやつね。大砲に打ち出される時に使う。で、それ大丈夫なの？配達の予備があるから大丈夫。もともとあれ郵送ギルドの支給品だしね。けどやっぱりね、なくしたままってのもちょっとね。そうだヨハネちゃん、もし見つけたら持って帰ってきてくれない？どこかで見かけたらでいいんだけど。いいけど、ついでだし見かけたらよ。ありがとねヨハネちゃん。それじゃあ私配達に行ってくるから。全速前進ヨンサロー。いつものことながら慌ただしいわね。ヨハネに負けず劣らずね。うるさい。準備はいい？便利よね、これ。ライラップ
今までとは随分雰囲気が違うような。でも不思議とあったかくて懐かしい感じ。ヨハネ、よっ。
Thank you.
のね。便利よね、これ。よっ！えぇー！Yeah!
倒れて、これなら、これで、これなら、倒れて、これで、これなら、倒れて、これで、倒れて、当たり。
きっとこいつがこのダンジョンの主、力の源だよ。みんなを閉じ込めた元凶ってわけね。何が来ようと、このヨハネが成敗するわ。Yeah!
やってやろうじゃないの。倒れて。これで当たり。倒れて。
これって…え、あなたたちって…そうだったの？それじゃあ、このダンジョンって…そっか、そうなんだ。だから、あなたたちはみんなを閉じ込めて…だったらさ、こういうのはどう？ヨハネさん？大丈夫すら？ぼーっとしてたみたいだけど。あ、うん、私は平気。そうだ、みんな手伝ってほしいの。お手伝い？いいけど、どうする気？歌うの！歌う？ずら、分かったのよ。モンスターたちのこのダンジョンのことが。あの光の玉に触れて分かったんだ。このダンジョンは海深くに沈んだ過去の残滓。大昔に海の底に沈んでいった者たちの強い願い、忘れないで、知ってほしい。そんな思いの輝き。もしかして古代沼津のアーティファクトか何かかしら。そこまでは分かんないけど、そういう思いが凝り固まって暴走して、沼津の人たちの記憶と呼応して現れた幻、それがこのダンジョンだったみたい。そっか、だからちょっと懐かしい気がしたんだ。この場所、初めて見る場所なのにそんな気がしない。ここではないどこかで大好きだった場所。そうね、忘れちゃいけない。不思議とそんな気持ちにさせられる風景だわ。私たち沼津の人々の心の原風景を投影した場所ということ。忘れないで、知ってほしい。もしかして私たちを閉じ込めたのは構ってほしかったってこと？だからってダンジョン作って閉じ込めちゃうのはやりすぎじゃない？私はちょっぴりわかるかも。私を見てって、ここにいるのにって。私もヨハネちゃんも暴走したずら。でも大丈夫、ヨハネちゃんにはマルたちがいるずら。うっさいわね。わかってるわよ、私にはみんながいてくれる。恥ずかしいこと言わせないでよね。みんなが私を見て知ってくれたから、私は今それなりに楽しくやってる。このダンジョンも町の人に知ってもらいたかった、思い出してもらいたかったってことね。海の底に沈んだ過去からのメッセージか。どんなものにも作った人の思いが込められているんだよ。そんな思いを知っちゃったら放っておけないよね。うん、だから歌うの。私たちみんなでこのステージで。後に続く人に思いを伝えて未来に残していく。歌ならそれができると思うから。ダンジョンを形作る思いの力を歌に変えて、過去から今へ消えない思いを繋いでいくために。